はい、お疲れ様です。今日の速化軸の暗号通貨ニュース。まあ XRP のニュースなんですけどもね。えー、現在の価格から行きましょうか。現在価格が、前回の62円からちょっと変わってですね、55円になってます。まあ多少の値下がり、3.5%の値下がりはあったんですけども、まあこれをね、上昇途中の押し目と捉えるのか、それともこれでもう、やっぱりリップルを運んだよね。XRP って終わりだよね。 のかそれは個人個人の判断になると思います私から言えるのは FX のテクニカルの理論が通用しないんで特に語ることはないかなと感覚で買って感覚で売るしかないというところでございますその中で大事なのはいくら稼ぎたくってやるのかってことを決めることですよね例えば1000万稼ぎたいんだったらとてもじゃないけども数十万の投資額では足りないですよね今度は2 3万貸したいんだったら100万円ぐらい入れて1日か2日の取引でそれは可能だと思います 投資ってのはいくら稼ぎたくっていくらの資金投入をするかそしてどこまでの損だったら強要するのかロスカットするのかってことをあらかじめ決めておくことによって、えー、リスクを最小限にして最大限のリターンを得れるということになりますエクストラ P 現在ねこのコイン月光で第6位の暗号通貨ですけども改めて申し上げますと上昇途中の55円ということができるかなってことです今日のニュースはあのツイッターからですねこんなニュースを持ってきました はい、えーと、最大のアンチリップル、XRP のメディアの一つだった、あま、マッサリっていう CEO がですね、リップルに賛同すると表明したということで、えー、意見を変えてきたことが、あここで取り沙汰されています。これ16時間前なんで、このニュースを見た方が、これからですね、あれあのメッサリが方向転換したんだったら、これから追い風吹くかもなと。 あの、SEC の裁判にも勝ちそうだし、ちょっとリップルに乗っておこうかなってことで、購入者が増えることを考えることができるかなと思いますね。で、リップルってのは様々な価格での購入者がいます。それこそ1円とかね、10円とかね、30円みたいな方がいらっしゃいますんで、そういった方が、例えば60円を超えたところで利格して、今回の3.5%引き、 えー、リップルの価格にして55円の反発ってことも考えられるかなと思いますこれは本当にねどこまで情報を見るかどっからの情報は見ないのかっていうことの情報の守備範囲によって皆さん判断変わると思いますよえー、それではですねえー、ジャイアントゴックスちょっと読んでみましょうかメッサリ CEO 私は過去に様々な理由でリップルに批判的でしたが以前よりもリップルに賛同していますリップルは行き過ぎた XRPSEC の訴訟に勝つべきであり XRP レッジャーはグローバルなデジタル決済インフラで公正に競争する機会を与えられるべきです需要はそこにありますということなのでもう一歩で XRP の需要ももう一段階二段階上がるということを示唆しますよね,、まあちなみにね 数イと知られる国際間通貨取引における XRP の立ち位置なんですけどもかなり良好で多くの国が XRP の利用には賛同しているってことになりますその辺も合わせてねご覧いただければ XRP に投資するべきか否か変わってくるんではなかろうかと思いますさあそれではね私としては400円ぐらいまではちょっと上がってほしいなと思いながら見てるわけなんですけどもその400円に上がるかどうかの根拠は特にありません前回高値だからですでは以上です